今日はきゅうりとザーサイのスープです。お家にあったもの何でもいいです。今回はテーマはきゅうりですから、きゅうり入れないとダメですが、他のものあったもの何でもいいですが、非常に美味しいです。
できました。きゅうりとザーサイのスープ、すごくかわいいですが、もうそれももちろん美味しいです。きゅうりは加熱するとき、正直言うとちょっと加熱しにくいですが、時間が必要なので、だからこそ今回は作る時間短縮させるためにすりました。すると、消化もしやすいので、例えばちっちゃいお子さんとか、あと年配の方にも、きゅうりのパワーで元気になってほしいですから、ぜひこのようなスープを作ってみてください。あとはこのまんま飲むとか食べるのももちろん美味しいですが、例えばの話ですが、もし前日残ったご飯とか、あるいは麺とか、もしあればこの中に入れてもすごく美味しいです。私は多分、焼きおにぎりかな。焼きおにぎりをちょっとこの中に入れて、ちょっといわゆるバラバラにさせて、吸ってもらったらすごく美味しいと思いますが、あとはそうですよね、もうちょっと、もしお腹すいた場合は、さらにちょっと溶けるチーズ、そういうチーズ系のものを入れてもすごく美味しいですから、ぜひやってみてください。